はいどんちゃー、ササイアンです。本日もニュースをつっついていきましょう。今日前半の話題は昨日のサンデーモーニングが大炎上してしまいまして関口さんが完全にやっちまったぜとね、そんな耳に美味しいお話を一つと、それから後半はですね、ここに来て自民党と公明党がどうやら仲違いを起こし、この夏の参院選ではどうやらお互い推薦を出さないぞとのっぴきならない状況のようでございまして、これはこれで面白いんですけれども、そもそもなんでそうなっちゃったのかという話をね、いろいろ考察していこうかしらと。僕の喋りを聞いてみますけど、いいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずは関口博士のあれすぎる話題からいきましょうか。トースポウェブより見出しがですね、サンモニー関口博士違和感だらけの津波警報謝罪、 TBS 内からも批判噴出ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。16日放送のサンデーモーニングで MC の関口博士が発令中の津波警報と注意報を表示した日本地図を画面上に出し続けていることに対して謝罪したことで、局内でも批判が出ているこれも僕も見ましたけれども、マジであの謝罪は何だったんでしょうか。本人ね、釈明会見をさせた方がいいくらいなんですけれども、トンガ沖で海底火山が噴出し、気象庁は津波警報注意報を発令、放送では発令中の地域を示した日本地図が画面上で表示されていた。新型コロナのニュースの際、これが情報を掲示したパネルと重なってしまった。これに対し関口は、画面がどうも津波の警報を出すために日本地図をあそこへ出さなきゃならないんでしょうかと疑問を投げた上に、ちょっとこれは見にくいかもしれませんが、今日はちょっとお許しくださいと謝った関口博士にとってはこの津波情報よりもですね、オミクロンのフリップボードの方が重要だったと思ったんじゃないのかな。それであればだいぶずれた感覚ですし、そのフリップだって大したこと書いてないじゃん。あ、でもそうか、そのフリップもたまに出す立体紙芝居みたいなやつもさ、あれ全部関口さんが社長を務めている産経事務所が作ってるんでしょ。ということは、フリップを画面にちゃんと映さないと後で TBS に納品書が切れないので、納品書が切れないと請求書も起こせないので、それをちゃんとだから見せようとしちゃったのではなかろうかと。もしそうであるならば、ビジネスマンとしてはね、相当優秀な方と僕は思ってるんですけどもでね、この発言があったのは午前8時半ごろ。 NHK は中継で津波が到達した船が転覆した様子などを放送しており、他局も画面上に警報の情報を流していた。ああ、これは最悪のタイミングだよね。この津波は何事も起きてないという関口さんのその先入観であの言葉を発したんだろうと思いますけどもね。でもね、これじゃあ番組 MC として失格だと思いますけれども、 SNS には出さない理由がわからない、なぜ司会なのにこんな発言になるのかといったコメントが投稿され大炎上テレビ局関係者も津波がやってくるという情報を常に出すのを視聴者に謝罪をするのはおかしいと話した。他のテレビ局同様、 TBS でも災害情報がある場合は常に画面に掲示している、それを邪魔者扱いしたのだから、局内からは怒りや呆れ声が出ているのだ。災害などに臨機応変に対応して番組の進行できない人が司会を務めるのはいかがなものかと確かにそれそうなんですけれども、局内のあちこちから大ブーイングが起きているとは TBS 関係者。関口からすれば悪意は全くないのだろうが、違和感が拭えない表現だったことから、またまた炎上してしまった、おしまい。ということで、今回の炎上騒ぎ、僕はめちゃくちゃシュールだと思っておりまして、多分これに気づいてる人ってね、意外と少ないと思うんですが、あのサンデーモーニングという番組はですね、実は報道番組なんです。組織図から見るとね、明白なんですが、番組の制作はですね、TBS 報道局のニュース部がサンモニを手掛けているのでね、だからあれは報道特集とかニュース23と一緒のね、横一線の番組なんです。なんか、いつも突っ込みどころがありすぎてね、だから僕らの笑いのネタになっているので、広尾とかそっち系の情報バラエティっぽく見えるんですけども、実はそれは錯覚でして、れっきとした報道番組なんですよ。だから例えば、報道特集の金平さんが番組中に津波の地図が大きすぎてすいませんだとかね、あるいはニュース23の前場さんが見えづらくてごめんなさいって言ってるのと同じことでして、いくら TBS が無能とはいえですね、さすがに金平さんだとか前場さんが自分の番組の中で津波の地図が大きすぎてごめんなさいみたいなこと言わないでしょって話なんです、それをあの人は津波の地図ってそんなに大きく出さなきゃダメなのみたいな風に言ってるから、とんだお笑い草になっちゃうんです。だからこれ多分ね、関口さん自身も俺の番組は情報バラエティっていう風に思ってんじゃなかろうかと。
こんなにでかいと笑いが取れないからもっとコンパクトにしてくれよと思ったんじゃなかろうかと。まあこれはちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、でもサンデーモーニングが報道番組の手をなしていないことだけは間違いないと思います。あともう一つ付け加えますと、SNS とかネット上で炎上するのは、まあこれ左右の思想もありますからね、そこは仕方がないにしても、今回の件は TBS 局内でも反論が出ているということで、これはさすがにやばいよね。完全にやらかし案件ですよ。同じ時刻に他局もみんなやっていたし、高知県では多くの漁船が転覆してね、命の心配はないものの、これから漁業はどうなるんだって漁師のおじさんが困ってる時に、関口宏の脳内にだけ被害ゼロになっていたのではなかろうかと。これじゃやっぱね、 TBS も頭を抱えちゃいますよねと。だいたいこの番組では安倍さんや菅さんに対してね、心が通ってないだとか、言葉を選べだとか、丁寧な説明を求めますだとか、そんなことをいつも言ってるじゃないですか。完全にブーメランだ。全部あなたに直撃します。関口さんって感じでね、ちゃんと丁寧な心が通った説明をお願いしますよと。こう言っちゃ失礼なんですけども、関口さんはもう MC ってのは限界に来てんじゃないのかな。そういう意味では、田原総一郎も80歳を超えてるんでね、あれで朝生の MC をやってるんで、あれはどうなんだっていう話もありますけれども、でも、あの人の場合はですね、番組内で持論をぶつけて、翌日のネットが炎上するまでが規定路線なんでね。まあ、言ってみればプロレスみたいなもんですよ。しかもあっちは深夜帯で視聴者数が極端に少ないわけでして。ですから、サンデーモーニングの MC もそろそろ交代した方がいいんじゃないでしょうかね。例えば、青木リーさんに譲ったりだとかさ。ああ、でも青木さんじゃスポンサーがつかないか。でもそういう時は、立憲の福山さんにご相談すれば、スポンサーになってくれるかもしれませんよ。番組制作費ぐらいはね、ポンと出してくれるでしょう。青木治のサンデーモーニング。この番組は立憲民主党の提供でお送りしますとかっていう風に入れちゃえば、ステマだとかやらせだとかっていう風にもやれないのでね、ぜひご検討してくださいと。さて、お次は、自民党と公明党に暗雲垂れ込めるお話を。日刊現代より見出しがですね、公明党ぶち切れた夏の参院選で自民党とは選挙協力しないのなぜということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。公明党はよほど頭にきているらしい。自民党と公明党の間で内紛が勃発している。これまで自民と公明は国政選挙が行われるたびにお互いに候補を推薦し選挙をしてきた。ところが、この夏に行われる参院選について公明が自民との相互推薦による選挙協力を見送る方針を固めたことが分かった。山口代表が15日都道府県本部の代表に説明したという。自民党にはすでに伝達済みだという。ああ、いいねいいねいいですね。中国に対する姿勢はむしろ共産や立憲よりもさらに中国寄りですからね、公明党って連中は。だからこの際分裂してくれた方が見てる側もスッキリすると思いますけれども、前回2019年の参院選では自民党は複数区の5選挙区で公明を推薦、逆に公明党は32ある1人区で自民を推薦してきた。連立パートナーの自民と公明が国政選挙で協力しないのは異例のことだ。一体何が起きたのか。ことの発端は兵庫選挙区の推薦です。公明党は昨年末から自民党に対して早く推薦を出してほしいと要請していた。公明党にとって兵庫選挙区はかなり厳しい選挙区です。自民の支援がないと当選は厳しい。これは維新が手強いからってことなんでしょうかね。ちょっと NHK から拝借しまして、昨年の衆院選の議席数を覗いてみました。そしたらですね、これは小選挙区の議席表ですけどもね、大阪は維新の圧勝なんですが、隣の兵庫は自民の圧勝なんですよ。ってことは、兵庫県内においてはまだまだ自民党の力量があるぞということで、公明党も自民に対して秋波を送ってると。まあそういうことなんでしょうかね。で、前回は公明候補の支援のために官房長官の菅さんに現地入りしてもらっています。なのにいつまで待っても自民は推薦を出そうとしない。それで痺れを切らし半ば逆切れして威勢が良くていいですね。自民とは選挙協力はしないと決定したのでしょう。ただ兵庫選挙区は自民党にとっても厳しいのは変わらない。前回も1位は維新、2位は公明、3位は自民と、自民は最下位で当選したのだ。しかもこの夏の参院選では維新が2人擁立する可能性がある。最悪当選維新2名と公明となり、自民が落選する恐れがある。自民の候補は現職の文科大臣です。絶対に落とすわけにはいかない。公明に推薦を出せる余裕がないのでしょうとは政界関係者。はい、そういえば現職の文科大臣って誰でしたっけと思って調べましたら、兵庫の参議院議員です。末松信介さんということで、ちょっと僕ねこの人よく知らないんですけれども、自民党の中からこれは茂木幹事長の責任という声が噴出している。選挙を仕切る幹事長への批判が上がっている。
どうも茂木幹事長は今の野党相手なら参院選は負けない、どうせ最後は公明党も選挙協力するはずだと慢心し鷹をくくってる節があります。確かに低たらくの野党相手なら負ける要素がない、こういう話を左の日刊現代が書くだなんてね、ちょっと面白すぎるんですけれども、でもどんな波乱が起きるのかわからないのが参院選です。兵庫選挙区のために公明の協力を失い、32ある1人区で次々に敗北したらどうするつもりなんでしょうかとは自民党関係者。自公に亀裂が入れば参院選はがぜん面白くなる。おしまい。ということで、見出しが公明党ブチ切れなんてね、過激な表現を使っておりましたので思わず読んでしまいましたが、ただ産経新聞の方にはですね、東北6県はいずれも1人区で自民は公明の推薦を受けても直近2回の参院選で野党に対して計3勝9敗と大きく負け越していると報じておりまして、ですからこの自公分裂は自民にとってもダメージ大ですというふうに書かれておりました。でもまあよく考えてみたらね、そもそも連立を前提にして毎回戦う方がおかしいのであってね、そろそろ解消すべきなんじゃないの。もちろんこれで玉の利を得るのは野党の方なんですけれども、でこっから先はですね、笹谷の考察でやっていきますが、立憲と共産が前回の衆院選みたく立憲共産党と揶揄されるまでタッグを組むというのは僕はね、今回ありえないと思います。その理由は、あの東京新聞でさえ閣外協力は理解されなかったと、失敗だったと認めているんです。ということは今再び接近しだすとその悪夢のイメージを引きずってしまいますし、当然そこをウィークポイントだと思って自民は攻撃するだろうし、おそらくは緩い提携にとどまるのではなかろうかと思います。となると、がぜん有利なのは維新と国民の第三勢力です。でね、維新といえば忘れてならないのが前回の衆院選で、公明党と維新が大阪府限定で裏で手を握ったって部分です。選挙協力とまでは言わないかもしれませんけども、お互いに勝ちが拾いそうなところにですね、候補者を立てないという、完全に示し合わせでやった結果、大阪選挙区は維新と公明で独占する結果となりました。悪いけど、あの結果を見たらですね、僕が自民党議員であれば絶対に許しませんよ。お前連立組んでるのに裏切ってんのかって感じですからね。まあ、言うても大阪自民は立憲とも手を組むようなアホな奴らなんでね、自業自得なんですけれども、ただ自民党サイドからすればですね、裏切られて殲滅されたも同然なんで、やっぱり納得できないと思います。さっきの兵庫選挙区だって、維新勢力は虎視眈々と狙ってますから、維新と手を組む公明を見逃すわけにはいかんでしょう。それにさ、さっきもちょろっと言いましたけれども、昨年だけでもですよ、土地規制法案の骨抜きだとか、敵基地攻撃能力の否定だとか、中国人権非難決議の拒否だとか、公明党のスタンスは常に中国寄りなんでね、お前はどこの国の党なんだと、姿勢がはっきりもう分かっちゃっていますから、こんなの与党に置いておけば外交だっておかしくなりますよ。だから、たもとを分かつべきなんです。まあ、僕みたいな政治系 YouTuber からしたら、こうやって与党も野党も混沌とした状態にしてくれた方が楽しいし、分析しがいもあるんで、このまま夏までバトルロワイヤルでもやってくれた方が面白おかしく話せますので、ごちそうさまチースって感じなんですけれども、今日も話が長くなりましたので、これくらいにして最後はほっこり謎かけで締めたいと思います。関口博士も間もなく80歳とかけまして三文字の準レギュラーと解きます。その心は菅30 僕の視聴者は年配の方が多いのでね、言いづらいことでもあるんですが、だからごめんなさいって感じなんですけど、でもやっぱりね、78歳で生放送の MC はさすがにきついかなと思いますよ。いい加減後輩にその座を譲りなさい。ということで、本日も面白かったよ、ためになったという方ですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。